YouTube の動画でワンワン出したい。出したい、俺がね。あ、原点回帰みたいな。っていうか、まださ、思いっきりパスとかキャッチできないから、ガチワンワン。いや、ちょっとでも普通になんかやってみたいよな。うん。ガチで整えて、11点とかで、マジでやってみたい、久々。何点マッチやるんすか？なんだ。どれぐらいで終わるよ。確かに。じゃあ11。21にする。ほら。やっても15とかだなと思う。ああ、そう確かに。じゃあ15で。15だったら、でも11もさ、ワンちゃんも当たったもんガチでもあるやん。もしワンワンやるんだったら、ガチガチのやつやりたいから。うん。だからやるんだったら15がいい。15。したらお互いさ、もう言い訳できないよ、うん、まあね、記録出るから。7とかお前、やべえぞ。俺もよく7点でやってたわ。確かに普通に2分とかの動画出してるから。誰得やねん。アップロード超早い。助かるねと。もうさ、マジでやめて。何？お前がやれっつってんだ。いや、そうです、そうっす。年上もだって、え、最後いつって言いましたっけ？最後だって動画でしょ。いやでもまあ Vlog とかじゃなくて、でも結構最後の方に出てるんじゃない？あ、多分フープシティ。ああ、年明け。フープシティ分かるかも。確か年上に負けたな、その試合。そうそう、やばいやばい。1勝1敗とかだったの。負けて終わってる。え、やばいぞ。1勝1敗。いや、あ、違う。あ、でも最後は俺多分負けて終わったんだよね。まあ俺勝つまでやるから。いや、そう。そう、1回だけ今日は絶対。15点は1回っしょ。確かに。うわ、もう敏郎がストレッチするなんてもう珍しい。いや、本当によ。寂しいぐらいよ。確かに。なんか、作戦ある？作戦？俺結構ね、マジでね、本気でユキさんディフェンス本当に心から嫌なんだよ。何が嫌なの？スティール前じゃん。あー、確かに。結構さ、ドリブルついちゃうから、ドリブル少なく、スティールされないように。そう、でもシュート入れば勝ちだから、まあね、3シュート打ちます。頑張ってください。作戦やばすぎない？大丈夫？3シュート打ちます。ワンワンで。え、見せて。え、めっちゃよくね。え、どう？ダメ？ダメ？え、いや、こっちで打つよ。お前が見るよ。え、すごい。すごくね。プロですよ。プロじゃん。プロじゃん。プロじゃん。さっき年上には聞いてきたっす。え、なんつった？言わない。これはマジで全然負ける気しない。もう別に作戦とかも別にない。ない。シンプルに相性が良すぎると思う、後ろは。お互いの武器はオフェンスだけど、その俺がオフェンスの時の年上のディフェンスのつき方の相性はめっちゃいいと思う。絶対負け。15点だったら絶対負けない。7だったら全然可能性あると思う。面白い。今まで5対5やっててプラス1-1とかあったけど、1-1だけないから。そう、ウケる。なんかこれが世に出るのかって考えてマジでウケる。どうしよう、負けたら。シューポー。あ、これどっちですか、先生？シューポーです。あ、どっちが打つか。いやいや、おぉ。うわ、これ何なんですか。緊張すんのお前。いや、毎回緊張してない。2015年
な20
あー、これこれこれ。オッケー、オッケー。結構ね、マジでね、本気でユキさんディフェンス本当に心から嫌なんですよ。何が嫌なの？スティール前じゃん。あー、確かに。やったり、あれ超速いの。めっちゃすげえんだけど、だって攻めてる方普通にうめえよ。あれ、プリプロだな。マジ？危ねえ。久々にああいう年老見た。いや、いや、いやね、見ててやばかった。なんか感動するなって。なんか感動した？感動した。人のこと、人の心動かせた。動かせた。きついですか？15点。きつい。きつい。きついっすよね。13ぐらいがいいのかな。あ、11でもいいと思う。11か。10はちょっと年で。確かに。マジ最後根性勝負。もういつもの年老いじゃないもん。いつもだったらもう諦めてる。本気だった。そう。もういやー面白かった。すごかった。まあ、また機会があればね。
また1年後ぐらいかな。ね、それ久々やったから一回休止しよう。嘘でしょ。1年間面白い相手がいたらいいよ、こうやってね。いやもう今日のはもうやってて、うわおもれえと思ってたし、なんか前はほんと仕事って感じがね。まあ確かに仕事じゃ仕事なんだよ。とりあえず第1回フェザー級タイトルマッチ勝ちました。ジープから入れ直してくれ。お前もうそんな上まで行ってた。今飛べそう、小四郎のおかげで飛べそう。うわぁ、そうだ、右やってたよ。やば。皆さん、彼、ヘルメットの下に自分のジュース隠すんですよ。飲まれないように。そういうこと。最近覚えました。だからもう酔い切ってヘルメットめくったらもう、あります。バレたんだよ。それ明日から秒でなくなってると思うよ。そうだよ、結構みんな実行するから。その視聴者怖え。